どうもテランスです。今日は最強の即時コンボができると噂の24式張り替え傘オツ使っていこうと思います。どんなコンボかというと、この浮きサブがポイズンで、スペシャルがウルトラ着地、つまりポイズンで敵の動きを遅くして、そこにウルトラ着地をぶち込めば敵が絶対避けられないらしいんですよ。確実にキルが取れるらしい。まだ自分で決めたことがないんですけど、引いてる感じはポイズン着地面白そうだから楽しみ。新戦法試す時のスプラトゥーンワクワクで最高。ポイズンで敵の動きを邪魔しつつ、一旦やばそうだから着地使ってパージもして、あいつかパージ濡れ。こんな感じで事前にパージをしておいて、爆速でスペシャルを貯める、カーリング王みたいな感じですね。オッケーオッケー、スペゾーもつけてるからもう着地が溜まる。そこ北斎、あれいないか。まあ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 、コンボむずくね。俺理論上は強いみたいな感じだけど、難しいのかもしれない。いい感じでポイズンを当てて着地するの簡単なように見えて、いやまだ1分しか経ってない。ここから1分じゃ分かりません。まだ試合は3分半あるんで、もっと狙ってこう。ポイズンしっかり、やばくなったら着地使うのじゃダメかもしれない。ポイズンがしっかり敵に当たってから着地しよう。これいいね、パージ爆速で飛ばせるから、スペシャル割とすぐ溜まるんだよな。ポイズンで、いや、やば、今のやば。答え見つけました。しっかり敵に当ててから僕は羽ばたくことにします。空にビビって入っちゃダメだ。でパージしてればスペシャルもたまるから、待って、この武器面白いぞ。メインの性能は傘の耐久低かったり控えめだけど、着地とポイズンでヒル取れる。生存したい。もうすぐ着地がたまるんです。パージ OKOK。 ちょっとポイズン投げずに入っちゃったけど、ヒル取れてるから結果もらい。このステージ着地強いな。あそこ中央の部分 T 字っていうのかな、あそこ刺さりやすいね。着地がわちゃわちゃ敵が固まってることが多いから、塗ります塗ります。パージで右を塗って左をメインで塗るという、この武器キル武器ではなくサポート的な感じかもしれない。パージで塗りつつ着地が溜まったらキル狙うみたいな。あまり新武器の中でも24式張り替え傘注目してなかったけど、結構面白い性能してるな。楽しい使ってて。ナイス着地溜めたい。ポイズン着地意識していこう。止まった。ポイズンガラの、まあ、やられちゃったけどやられること多いな。最強のコンボって言っても結局相打ちっていう。まあでも相手からしたら、うわポイズン嫌だ草ってなってるわけだから、メンタル的に削ってる。1対1の相打ちに見せかけてメンタルも同時に削ってるんで、こっちの方がアドバンテージ知らんけど、うん、理屈を適当に並べたみたいなとこはありますね。ちょっとカウントやばいな。ただ最強のコンボがたまるんで、着地をうまいこと使っていきたい。それあれそう、ナイス。一旦エリア塗っちゃいたい。ナイス確保、ナイスくれ。中央取ろう。このステージ左右取るのも大事だけど、中央取るのも同じぐらい大事だから。あぶねえ、マジで割られるの早いな。着地たまるから戻ってコンボ狙っていこう。1キルすればカウント的に勝ちだから、
なんとか1キル取りたい。あー、ゼロー、ナイス、取れない着地。待って、この動き楽しい。ちょっと化け物になってきました。打ち合いほぼしない立ち回りしてたから、だったら一足削ってスポゾーって言っちゃったけど、スペゾーでもいいんじゃないかなと思って。これで無限でしょ、マジで。パージ飛ばしてたら、すぐ溜まりそう。でもこの武器スペシャル必要ポイント200なんだよな。180とかだと、最初思ってました。意外と高い、ポイント自体は。どっか行け、どっか行け。これアップデートで通路追加されてます、まさま。オッケーオッケー、追ってくるなら、ポイズンじゃね、相手びっくりしたっしょ。え、それ強って。このコンボね、まだあんま知られてないと思うんだよね。知らない人もいると思うから、知らない相手だったら、なお刺さりやすそう。ポイズン着地。ポイズンでちょっとでも遅くなったら、ほぼ逃げられないからね。で、スペゾーをめちゃくちゃ積んでるんで、もう溜まります。あ、そのセンサー痛い。ここで着地使おう。デコイが地面から生えてきた。はい、そばしつつ。これしてるだけでも相手からしたら警戒しないといけないから、パージの中入ってるかなーって。ポイズン。オッケーオッケー、逃げられない。オッケーオッケー。わ、さすがに、めちゃくちゃ来てた。パージいいな。さっきからめっちゃ敵のことをパージで倒してる気がする。で、打開は適当にコンビニに行かしといて、コンビニ行ってね、塗ってくれるから。一家に一台欲しいよね、これ。ルンバみたいな感じ。実際ルンバ見たことも触ったこともないんですけど、あれってマジで掃除できるの？だとしたら便利。で、なんかスプラの解説みたいな感じでちょっと便利とかってなんか雰囲気出してるけど、ルンバ全然関係ない。全然関係ない。ポイズン着地。あれ、やれてないか。ギリギリ。海外に。ただスペゾーガン詰めしてるから。ちょっと塗り合いしてたら溜まりそう。これパージで右側塗ろ。右側塗ってもらって左で。これ実質5対4。5対4来ました。とりあえずリードまで一生乗り合いたい。柔らかすぎる。ボム1個で壊れちゃう。ぬり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 。頼むファージ、そっちは任せた。ナイスくる。そして着地もたまる。ポイズン着地狙いたいね。ジ・エンド強すぎる。キル取れる前からキル取れるの分かるのやばい。ナイスアイパート。傘落ち使ってるとスプラトゥーン1のスプラスピナーコラボ思い出す。スピコラはポイズンで敵の動きのろくしてバリアで突っ込んでキルするみたいな、あっちも即死コンボだったんですよ。マジそんな感じ、傘落ち。てか思ってた何倍も強い、この動き。メインの性能が控えめだから、強化、正直何かしら来るとは思ってたんですけど、来なかったけど、今までのグレートバリアラインマーカーよりは、明らかに強く感じる。ポイズンと、着地のしだちえぐいんだよな。オッケー、これとか、オッケー、相手バリアで、安心安心って思ってたかもしんないけど、ポイズンでね、ゆっくりにして着地で、ぶち抜けば関係ないから、今の最高だな。傘落ちの魅力が。全て詰まってた。グレートバリア対策じゃん、ガチで。中にいる敵も遅くしちゃうからさ、相手にグレートバリアがいればいるだけ強いかもしれない。で、これナメロさ、エリアの形が縦長だから、パージで左塗って右塗ればずっとエリア維持できるみたいな。待って、これちょっとマジで強そうだぞ。ナメロ強いぞ。ちょっとエリア塗りつつ入った。やれないか。
まずい。バレてる。着地、溜まってほしいな。こういうギリギリの戦いでスペースを積んでるのが、意味が出てくる。オッケーオッケー。で、パージでエリア塗りつつ、打ち切る。なめろうの傘落ち、輝きすぎてえぐい。濡れるのいい、パージで。やれないか。オッケー。この距離でも2角出ます。これパージで紛れつつ、最高最高。塗るだけじゃなく、こういう動きしてた方がいいな。さっきまで塗りばっかだったけど、使ってる間に進化した。パージで乗り込む敵陣に。これしてるだけでエリア塗れるからね、若干。で、スペシャルもゴリゴリ溜まるんで。めちゃくちゃ溜まる。これいけるっしょ。で、これパージで一生エリア邪魔しつつ。じゃ、オッケー。ナイスポーズ。やばい、当たらない。ナイス、うますぎ。やばい、前の敵に集中しすぎて後ろ全然警戒できなかった。傘ってなんか打って開いての動きするから、他の武器よりもより打ち合い集中して周り見えなくなること多い気がする。パージで一緒塗るわ。おお、今の当たるんだ。この時耐久低いから威力も低いと見せかけて、火力は低くないからね。別に近距離だったらダメージかなり出るから。オッケー。このコンボを久々に決めていくと。いや、マジか、うまスライド。でも間に合わないんじゃない。うわ、僕は悪くない。なぜなら僕は悪くないのだから。今精神を安定させてる。この試合負けたら俺のせいだ、絶対に。まあでも1カウントだから、これなんなら降りずにここでパージするっていう最強の最強のムーブ。これ下で頑張って打ち合いしてたけど、その必要はないかもしれない。ここでパージをしているだけで相手エリア濡れてないもんね。これえぐい。そしてポイズン着手を狙っていく。ええマリオジャンプしてた。相手風で落ちてる。いや、これから熱いとこだったのに。でもしゃあない、改造落ち誰でもたまに落ちるときは落ちるから。ただ相手が回線落ちしたとき動画にしないんですけど、この試合は許してほしい。過去一おつかさが輝いてた。ナイスという感じで、今日傘落ち使ってったわけなんですけど、お疲れ様でした。いや、楽しかった。コンボ狙うのめちゃくちゃ。これ相手にいたら絶対うざいやつじゃんと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。おつ。